こんにちは。あなたに会いに来ました。ラスティーレイクルーツ実況プレイやってきます。今気づいたけど、あれだね、このでかい大木の根元はね、このジェームズっていう一番最初の主人公だったけれども、まあなんか多分最後、不老不死の秘密みたいなものを知ったんだと思うんだけどね。ただ、この木のさ、分岐点、ここにいるのが、まあ、まさしくこの、あれだね、ダスティーレイクホテルで、もう一番の謎と俺の中で思っているこの、クロー、ミスタークローがいるということに今気づきましたね。怖いね、これ考えるとなんか。ということでね、まあ、今回はこの分岐点、つまり3人の子供が生まれて、その3人の子供の生涯を追っていってたわけですが、いよいよラスト1人、ちょっと追っていきましょう。ラスト1人、サミュエルだね。1889年の時計っていう題名。うん、時計か。時計はね、もう嫌な思い出しかないんだよね。謎解きで言うと。まあいいや、やっていこう。時計職人になったのかな？一番自然な、生涯を送るような気もしなくはないけど、あ、ノコギリ欲しい。はい。自然だな。まあ、こいつがね、三人の中でも確かに一番幸せに育てられたように見えなくはない。これは？なんだろう。なんか時計のマークあるね。6時と3時の位置を示している。アメイジングイダ。あ、これイダか。こいつの奥さんだけど、まだ結婚してないのかな？うん。で、歯車。ここら辺多分謎解きがまだ簡単だと思うんだけど。このゲームの何が難しいってちょっとね、飯を食うタイミング。が、読めないっていうとこだね。飯というか、お菓子。お菓子をいつも用意してんだけど、もうね、夏時が難しい時と簡単な時があるから、なんともちょっと、お菓子を食べるタイミングが難しい。この面は比較的簡単な気がする。4つ歯車を手に入れました。で、1番、ドラッグソウ。これか？これをなんかこう、ドラッグ製と。はあ、はあ、次、ヒットウッド。あ、このウッドに当てる。あー、こんな感じ。はい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 。で、3番、グリュー。わかりません。あ、この形にこう切れってことかな。あ、じゃあもうこれとこれで、はい、出来上がり。違うの？この位置に合わせるってこと？あ、違う。あ、そうじゃない。ああ、ああ、はあ、はあ、はあ。斜めには、だけど。あなたに会いに来ました。うん。だから、だからなんだけど。何を作りたい？何を作りたい？ドラッグ層は分かったけど、この位置かな？この矢印がここにあるから、この位置だと思うんだけど。でもこれ1個切って、何もしなかったら、次の、なんていうの？この木が来て、これ、セッティングするともうポイしちゃうから。なんかまだ分かんない。これは？なんだこれ？ノリ？あ、これはまだ関係なさそうだね。左右にはいけるか。おー、お、あ、ん、ん、ん、なるほどですね。これややこしい感じだね、多分。まあ、上は簡単に作れない。ややこしい、ややこしい、謎解き来たー。これはおかしくタイミングかもしれない、今回。なるほど。わかりました。じゃあ、なんとなく分かってきた気がする。まあ、お前はあの時計を作るわけね。で、まあ、これに合わせようか、じゃあ。これに合わせて切るでしょ？はい、切ります。で、どっちが欲しいやつ？これ取れるんじゃないの？ひょっとして。取れない。取れないのか？あ、取れないんだ。糊はまあ関係なく、取れない。糊は何に使う？これ。なんかを貼り付ける。この木と木を貼り付けるのに糊を使うとか、じゃないか。ちょっとどういう、なんか部品を作ってるのはまあいいんだけど、わかんない。歯車先行こうか。あ、待て待て。もう一個なんか、こいつがなんかできそうだな。できないか。このランプなんかあるかと思ったけど何もないね。じゃあ歯車から行こっか。歯車はまあぴったり合うようになんかつけていきゃいいだけでしょう、おそらく。こんな感じで、ポチポチつけていきゃ、勝手にはまるんじゃないの。一個足らんか。糊をうまく使ってなんか。
違うか。まあ、歯車持ってても邪魔だから、とりあえずここに、デタラメだけどセッティングしておいて、問題はこっちか。こっちのなんか、この枠に合うように、木を切るんだとは思うんですが、その木を切った後に、どう使うかがいまいちよくわかってません。はい。糊は、まあ、最後の方なのかな？うん。と思う。これはどういう仕組み？ここがウィーンって回るのはいいんだけど、だからといって、何かが回るわけではないかな？うん。まあ、ちょっと時計一旦置いとこう。で、外はもう窓を開けても閉めても何も関係ない。うん。じゃあ、糊か。このマークがわかんないなぁ。なんかこの、うまいことこう、この枠、この赤枠がわからんよね。これはもう次の木を移動させて、こいつが、で、あと糊。糊をここにこう、糊しろに見えなくもないか。違うな、糊じゃないか。それってなんかこう、あ、これもう一回切れたりする？ちなみに。切れないのか。二回は、切れないよね。ていうかこいつを取れない時点で、どうすりゃいいのって感じはあるんですが。ここにこう合わせたら切れる。違うな。この状態で木を移動させることもできない。もう木をセッティングしたら、あとは、ノコギリの向きと、細かく切ることも毎日できるけど、どういう形に切りゃいいんだろう。ここになんか、糊を。あとなんか使えそうな糊ぐらいなんだけどな。糊、なんか使えます？あ？なんだこれ？銃弾？その形に切るわけでもないでしょ。糊のマークではなかったもんな。なんだそれ。なんかいる？まだ。コンドーム。わかんない。そんな難しい謎解きじゃないと思うんだけど、まだこの辺りのステージだから。この、矢印は一体どういうことですか？と、この枠の意味。次のやつで持ってきたらもうダメだから。はて、ちょっと困りましたね、これは。手の位置は移動できないのか。じゃあ本当に角度だけなんだ。あ？思いっきり右の方にこうやって、手に入れない。何かが足りないか。何か見落としてる、まだ。この形は、切った木を手に入れてさえすれば、あとははめていくだけな気はするんだけど、こっちもあんま分かってはいないんだよね。確かに。糊の使い方もよくわからん。ん？糊をここにつけて、もうこれを合体せちゃうとか、じゃない。あとはこれか。カミングスーントゥラスティーレイク。近々ラスティーレイク行きます。ザ・アメイジング・イダが。フォーチュン・テラー。フォーチュン・テラーか。フォーチュン・テラーってなんだっけ？テラー。テラーって恐ろしいってことだっけ？もうここだなー。わかんねえな、これ。おやつか。どういうことだ、これ。この角度。左の赤い枠組み。ん？いや、待て。シンプルに、左の赤い枠組みに入るように木を作るだけじゃないのか？ひょっとして、太い枠組みに入るように。なんかそんな気がしてきた。最初まで合ってんじゃない？
まずあこうまっすぐ揺れて、で、こことここにこうやって、で、糊でくっつけるとか。あ、こうじゃん。オッケーオッケーオッケー。うん。勝ったわかった。はい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 。ん？次どうする？まあ、こんな感じで、なんか刀入れればいけるでしょう、おそらく。で、こうずらしておく。入ってきた。うん。そういうことね。オッケーオッケー。糊の使い方がやっぱポイントか。あ、間違った。違う違う。はい、もう一回。で、これは、まあこの角度、もう角度だけでいけるじゃん。この角度にすりゃいいんでしょ。こいつ水平になるようにして、で、ここにセットして、ここにセット。はい。で、次は、なんか平行線形っぽい。まあこれは、基本的にもう横、斜めになってる線と平行になるようにすれば、それで、こと足りていくんでしょう。はい。はい。やっぱまあこの辺りの謎はね、もう敵じゃないな。さっきの謎とかを解いた私にとってみれば、楽勝すぎる。楽勝すぎて、おかしく暇がないわ。困るわ、ほんと。おかしく痛いなぁ。もっと難しい謎で、おかしく痛いなぁ。ベリー。あ、もう OK ってこと。OK, OK. よし。レディー、はい。またはめていくだけでしょ。まあ、簡単、簡単。はい。あ、こうか。雑だな、だいぶ。まあ、俺の切り方が雑だったんか。まあ、そう言われちゃそうか。それはもう返す言葉はないです。はい。で、これ閉じて、で、上は閉じて、閉じれないか。まだこの謎が解けてないか。お前は何が欲しい？これがわからん。まあいいわ。っていうか、これだけの謎でもう上もできるってこと。全部の歯車をとりあえず組み合わせりゃいいってことか。じゃあ、まずはこいつとこいつを、これで噛み合ったね。で、ベルトで噛み合うはずだから、ベルトで噛み合うには、あ、これでかすぎるか。じゃあ逆にこいつはこう打ち込みにして、ああ、いいじゃん。で、これでいいじゃん。はい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 、はい。右下がいらなかったわけね。うん。なんで下のこれは動いてんの？この動力はよくわかんないけど。まあいいや。これでじゃあセットしてセットして、はい、できた。オッケー。うん。で、あ、で、さっきのあの、時間に合わせりゃいいのか。3時になってたかな、一つは。で、あれ ?3 時じゃなかったっけ？この、これに合わせんじゃないの？あ、違うわ。3時半ってことか。なんか3時半だったら、単身の位置は、もうあと、何度だろう。もうちょい、回ってそうだけど。単身と長身完全に独立して動くタイプの時計か。いや、どんなタイプの時計だ、それ。はい。来たー！こんにちは。あなたに会いに来ました。ありがとうございます、パイプ。で、これで結婚すると。はい、おめでとうございます。じゃあ、パイプどうぞ。はい。満足そう。パイプを吹かしたい。じゃあ、ノリで。違うな。火がないよ、でも。火はどこにある？あ、あれか。私たちの情熱が火を灯すっていうことか。これ原始的な感じ。この木をひたすら切りまくってこう。なんか、摩擦熱で、キャンプで火を起こすみたいな、そういう感じ。うわーっと、ベリー。ベリーとレディーがかかってるってこと。キーどこにある？あ、これか？いや、あれだってそういうのないもんな。これが開くわけでもない。さて、キーはどこにある？キーなんてないよ。あ、これクリックすればいいだろ。違う。ライター持ってんじゃん。持ってんのかい。さっきそこクリックしても何も出てこなかったけど。はい、おめでとうございまーす。はい。ピッチ上がりー。はい。結構おめでとうございまーす。うん。ここら辺幸せパートだね、まだ。大体どのキャラも最初は幸せパートだ。まあ、このちょっと、サイコパスは覗いてたけど。うん。じゃ、次は、なんか見た目的に、この、間っぽかった。占い師。占い師かな？なんちゃらテラーって書いてたけど。
フォーチュンテラーって占い師か。そっか。